一人息子、フレデリク王子の肖像を持つユリアーネ・マリー・ユリアーネ。マリー・フォン・ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテルは、デンマーク・ノルウェーの王フレデリク五世の2番目の王妃。デンマーク5名は、ユリエーネ・マリー、ブラウン・シュバイク・リュー・ネブルク公国の一部を統治する、ボルフェン・ビュッテル・公・フェルディナント・アルブレヒト2世と、キアントイネッテ・アマーリエの娘として、ボルフェン・ビュッテルで生まれた。長兄は、 ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル・校、カール1世、樹形アントン・ウルリヒは、ロシア皇帝イヴァン6世の父、姉たちのうち、長子エリーザベト・クリスティーネは、プロイセン王フリードリヒ2世の日になり、次子、ルイーゼ・アマーリエは、フリードリヒ2世の弟、アウグスト・ビルヘルムの日となり、フリードリヒ・ビルヘルム2世を、産んだ。1752年、最初の王妃、ルイーゼを亡くして、家父となっていた。 フレデリク5世と結婚し、一人息子、フレデリクを設けた。フレデリク王子は、デンマーク王クリスチャン8世の父である。王妃としてのユリアーネは目立つ存在ではなかった。彼女が重要性を増すのは、王太后となってからである。女王の清掃に、理想的結婚賞を、廃七1766年、フレデリクと死別した。ママ子であるクリスチャン7世が即位したが、 政治的なことには無関心であったため、権力を王妃、カロリーヌ・マティルデとその愛人ヨハンフリードリヒ、ストルーエンセたちに握られた。二人は自由政治の信奉者で、貴族の反対を押し切って、より民主的な法の成立を急いだ。その改革策は、周囲の反感を招き、ユリアーネは、反、ストルーエンセ派の貴族たちの中心に位置するようになっていった。 彼女は王妃とストルーエンセの貫通を理由に、彼らの政権を覆したクーデターの旗印となった。1772年、ストルーエンセは処刑され、カロリーネ・マティルデはドイツへと追放された。ユリアーネの息子フレデリクは、摂政となった。しかし現実には、彼は、母の操り人形であり、摂政政治の真の統治者はユリアーネであった。1784年、 王太子が即位し、フレデリク6世の申請が始まると、ユリアーネと、摂政フレデリクは、政治の表舞台から遠ざけられた。1796年、フレデンス坊で死去し、ロスキレ大聖堂に葬られた、ユリアーネ・マリーの肖像ほかを収蔵。ありがとうございます。